そうですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。今日はプレゼンテーションの後編です。プレゼンテーションを上手にするコツということで、前回はどうやってそれを作るんだろうっていう構成、原稿の作り方を紹介しました。で、今日はその作った原稿を実際当日どのように伝えたら相手が前のめになってちゃんと聞いてくれて、ちゃんと理解してくれて、そして行動してもらえるようになるのかっていうことを紹介したいと思います。いわゆる伝え方ですよね。で、この動画をちゃんと聞いていただくことで、皆さん、いや、あなたが自分が伝えたいメッセージが相手に伝わって、相手が喜んでその行動をしてくれるようになります。商品を買ってくれるようになるかもしれないし、皆さんの提案を聞いてくれるかもしれない。そういうことです。これビジネスでは必須のスキルですね。で、僕のことを紹介させてもらうと、僕はライフスキルの学校をやっていて、年間100回ぐらいのライブ授業を子供と大人にやってるんですよ。で、子供って想像していただいたら分かりますように、やっぱ1年生と6年生いろんな子がいるんですよね。その子がやっぱね、30秒ごとにこう変化させていかないとちゃんと聞いてくれないんですよ。ちゃんと聞いてくれないってことは、言ってることが頭に入っていないから、もちろん行動にはつながらないんですよね。で、ね、まあ、その中で、まあ、どうやったら子供たちが前のめりになって、夢中になって聞いてくれるのかっていうことを、まあ、徹底して研究して研究して実践して、その中で、ちゃんと子供が僕の言葉に集中して聞いてくれて、夢中になってですよ。夢中になって喜んでそれをやりたいって、子供の好奇心とか、夢中のスイッチに、無知を押して、やりたいって気持ちにさせるのかっていうことを徹底して研究して実践してきて、その中で、見つけたメソッドがあります。もう、話し出すとね、1週間ぐらいの講座になるんですけど、今日はすぐに実践できることを5つに絞って紹介したいと思います。すぐに実践できる、5つの伝え方ということですね。ちょっと見てみますね。切れてないかね。切れてないかね。あ、切れてないね。切れてたらな、ちょっと悲しいからね。はい。ということで、ね、これ一眼ね、途中で20分ぐらいだったらブチって切れちゃうんですよね。はい、ということで、じゃあプレゼンテーションの実際伝え方、その1、もうすでに僕がずっとやってることです。これです。アイコンタクトね。これアイコンタクトなんですよ。こういうアイコンタクトめっちゃ大事なんですよ。アイコンタクトはね、プレゼントなんですよ。相手に、あなたに伝えたいっていうことが伝わるんですよね、アイコンタクト。これね、もう鉄板なんですけど、なかなかできてない人が多いんですよ。で、いろんなプレゼンテーションを見ても、なんかね、3秒ごとに相手を見るとか、なんかこう、会場を、なんか5つの 点をこう、4隅と真ん中5つの点を作って、それをこう、線をなぞりながら、こう、見ていくとかね、いろんな方法があるんです。いろんな方法を書いてるんですけど、なんというかね、僕は何してるやろう。僕は、まあ、分かりやすいところで言えば、ワンフレーズずつ紹介しています。そう。一つ一つフレーズが終わったら、相手の、一人一人の目線をこう変えていくっていう感じですかね。で、変えるポイントっていうのは、相手がうなずくまでは結構見てるかもしれない。そう。おかちが言ってることが、相手がこうなずき、うなずくっていうところまで行ったら、次の人移動。これやな。これやってますね。ワンフレーズごと移動っていうよりも、聞いてて、あ、この人聞いてるな、言ってること分かってるなっていうことが、こう頭の中で、で、相手もこううなずき出すんですよ。アイコンタクトしてたら、こう。そううなずいたら、分かってるなと思ってるから、次に移動するっていうふうにしてますね。あ、それやな。相手がうなずくまでやってる。とことんやってる。だから3秒ごとじゃない。3秒ごとやったら3秒、相手が、ちゃんとね、届いてるかどうかわからんまま次移動してるじゃないですか。そうじゃなくて、ちゃんと自分のメッセージ、プレゼントが相手に届いたなって思うまでは、ずっとその人を見る。あ、これや。これやってますね。これはかなりやってます。アイコンタクト。はい。これが一つ目。で、二つ目。あ、これはね、めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃ変わります。プレゼンテーション。これやるだけで。セリフを入れるということなんですよ。はい。ただ、ただのね、文章をこう読み上げるとかじゃなくて、こうセリフを入れるんですよ。ね、例えばこういうことですね。もう子供たちの前でプレゼンテーションすると全然集中して聞いてくれないんですよ。これはまあ一つの事例ですよ。こうじゃなくて、子供たちの前でね、プレゼンテーションしたら、なんか こっちでね、先生それおもんないとかね、こっちで、あ、今日ご飯何食べるとか、あ、鬼ごっこいつすんのとか言われたりとかするんですよ。
ってなると子供のセリフが入ってるじゃないですか今。だからよりその情景っていうのが聞いてる人の頭の中で繰り広げられるんですよ、セリフを入れるだけで。だから皆さんのプレゼンテーションの原稿を作った後にその 20% ぐらいはセリフを入れる。これをね入れるだけでね、聞いてる人はあそれイメージできるってなるんですよ。セリフを入れる、これ変わりますよ劇的に。はい、で3つ目、はい、これは質問をするということですね。これいいですよね。いわゆる質問をするということで相手に参加させるということなんですよ。皆さんプレゼンテーションしているときにいきなりスピーチを当てられて、あ頭が真っ白になった経験はありませんかとか、なんかやりたいことはあるのに周りの目が気になってなんかそれ諦めてしまう、そんなことはありませんかとかね。まずはこう質問をするということ、これ大事ですね。投げかけるということ、これはすごい大事です。そうすることで一方向じゃなくて双方向のコミュニケーションが成立するんで、できる限り相手を参加させるということですね。はい、参加させる方法として一番分かりやすいのが質問をする、これ分かりやすいです。手を挙げてもらうというのがいいですね。今日はね、和歌山から来た人、大阪から来た人とかね、はい、これだけでももう参加してるんで、まあ、オープンクエスチョンとクローズクエスチョンがあって、オープンクエスチョンっていうのは、答えがイエスかノーで答えられない質問で、クローズクエスチョンのはイエスかノーで答えられる質問ですね。だから、大阪に住んでる人は手を挙げてください。はいって思う人は手を挙げるし、はいって思わない人は手を挙げない、スピーチで緊張したことがある人ははいって思う人は手を挙げて、そうじゃない人は手を下げる。だから一番最初はクローズクエスチョンがいいですね。はいかいいえで答えられる質問をしていく、まあ、簡単に手を挙げてもらったり立ってもらったりする。そうするとね、こう参加してる感じが出て心も体も動いてくるんで、ぜひおすすめです。で3つ言ったから次は4つ目はこれです。書きますよ。4つ目は書くということなんです。はい、で今ねやっぱパソコンとか、まあ、パワーポイントとかいろんなソフトとかが開発されて、もうね映像とかビジュアルでね思いっきり見せれるんですよ。たくさんいろんなね効果的なねエフェクトとか効果があるのでそれ使っちゃうんですけど、そればっかりやってたらやっぱ飽きてくるんですよね。なのでなんかこうホワイトボードがあったらホワイトボードに書くとかであったり、こういう紙を持っていって紙にこう書きながら説明するとか、こう書くで書いてる時ってねこれなんかね緊張するんですよ。この間の待ってなんかこうドキドキするなとか早く書かなあかんとか思うんですけど、十分待たせても大丈夫。この間ドキドキしてるんで何書いてるんやろうと、こういうふうに、ね、ホワイトボード書くのでもいいし自分でこうやって書くのでもいい。その間ね見てる人はドキドキするんでどんな答えだろうってね、前のめになるんで、その書くということをどこかに入れていただいてもいいのかなと思います。はい、で5つ目、これね一番大事なんだけど一番難しいんですけど、コントロールしないということです。はい、コントロールしない、これは、台本を忘れるということ、破り捨てるということなんですよ。はい、もう台本を作ること大事です。一言一句僕は書きます、書いて思いっきり練習するんだけど、もう当日はもうバンって忘れて、もうその立った瞬間、その今伝えたい人が目の前にいる、その人に届けたい言葉を伝える、もちろんそこの原稿を伝えてもいいんだけど原稿通りに伝えないといけないなんてことはないんですよね。その時の自分の感じてるまま、感じてる気持ちをそのままメッセージに乗っけて放っていくっていう感じです。はい、だから教科書を読んでるプレゼンなんか全然思んないんですよ。なんていうかその学芸会のために練習しました、それを発表します。発表会の発表はもちろん親御さんは関係するけれども、あ感動するけれども、見てるお客さんはねそれでなんか商品を買おうって思わないんですよ。やっぱりそのプレゼンターがね本当に伝えたいことを、どうしても伝えたいと思うことを伝えているっていう、そのエネルギー感とかそのなんていうか感情が乗っかってる、その感じというのが、やっぱ伝わるんですよね。だから、頭だけで話さない、頭だけで記憶していることを一言一句伝えるんじゃなくて、ちゃんと胸のドキドキワクワクを乗っける、もっと言えば腹ですよ、腹の底から湧き出てくるエネルギーを出していくんですよ。でそのために大事なのは実感を持って話すってことなんですよ、ね、だから、今僕が、毎日日記をつけたら、例えばよ、毎日日記をつけたら達成感があります、なので日記をつけましょうじゃなくて、その達成感っていう言葉に逃げるんじゃないんですよ。
達成感ってどんな気持ちやねん、その達成感を味わうんですよ。達成感を味わいながら話すんですよ。達成感がありますよじゃなくて、できるかな、そう、もう言葉は分かんないけど、この日記を書いたら、あ、今日私こんなことやったら俺こんなことできたんだって、あ、じゃあもしかしたらあれできるかも、これできるかもって、なんか嬉しい気持ちになってくるし、そうするともっともっとやってみたいって気持ちが出て、自分にどんどん自信がついてくるし、達成できたって喜びになってくるんですよっていう感じですよ。例えばね、達成感ができますっていう言葉じゃなくて、今みたいな伝え方の方がやっぱ伝わるじゃないですか。それは自分が言ってる言葉を話すんじゃなくて、言ってる言葉を味わうんですよ。もうコントロールする、味わうんですよ。自分の言葉を味わいながら話すんですよ。コミュニケーションの能力がアップしますじゃなくて、そのアップしてる情景を味わいながら話すんですよ。それが大事。そうすることで周りの人もどんどん引き込まれていく、引き込まれていって、皆さんが伝えたいメッセージがより深く、その人の頭だけじゃなくて心に刻み込まれて、喜んで行動したいというふうになってくるんですよ。はい、ということでね、今日はプレゼンテーションの上手な伝え方、5つの方法、すぐに実践できる5つの方法というのを紹介させていただきました。ちょっと振り返りますね。はい、まず最初はアイコンタクト。アイコンタクトはプレゼントっていうことなんで、相手が納得するまで、あ、分かってくれた、僕の話を聞いてくれたって思うまで、その人の目をしっかりと見てあげましょう。プレゼントです、アイコンタクトは。そして2つ目、それはセリフを入れる、ね、ただ言葉の情景だけ、言葉を言うだけじゃなくて、その言葉を、言ってる登場人物がいるんだったら、その方のセリフとか心の声っていうのも使いますよね。その時僕は、なんで俺がやらなあかんねん、なんであいついつも遅刻してんのに俺の時怒られねんって思ったみたいな、心の声を伝えるのでも OK、そんなんでも OK なんで、どんどんセリフを入れていきましょう。これが2つ目。で、3つ目は、質問をする。イエスかノーで答えられる質問をして、相手に手を挙げてもらったり、立ってもらったりするということ。これを参加させるっていうことですごいメリットがあります。そして4つ目は、書くということですね。ずっとずっとこうトークをしたり、ずっとずっとパワーポイント映像で紹介するんじゃなくて、何か書くという場所があったら、書くというコーナーというか、書くという時間があったら、そこにギュッて集中するんで、それはとても効果的です。で、5つ目、それはコントロールしない。そう、台本通りに話そうとしない。その時、今僕が感じていることをそのまんま話すということです。はい、実感を持って、自分が言ってる言葉を話すんじゃなくて、言葉を味わって、感覚で自分でこう噛みしめて話すということ、伝えるということ、そうすることで皆さんの物語の中に、聴衆がどんどん入ってくるということです。はい、ということで今日はこれでおしまい。プレゼンテーションの前編と今回は後編ということで、プレゼンテーションを上手に伝えるコツっていうのを紹介させていただきました。で、ね、やっぱりこの原稿を作るということと、まあ、プレゼンテーションの伝え方、めちゃめちゃ大事なんですけど、やっぱりどうやって鍛えるのかっていう、そのプレゼンテーションのトレーニングの方法として一番効果的なのは、やっぱりこう自分を見るということですね。自分がプレゼンテーションしているのを、まあ、見るということです。このね、動画を撮ってでもいいし、まあ、スマホでもいいじゃないですか。スマホで今簡単に撮れるので、それを見るということ、これがね、一番ね、僕、プレゼンテーションの能力が上がったなって思います。自分で実際に見てみて、どう感じるのかということ、それを元に改善をしていくということ、これがプレゼンテーションを上達する一番のコツになります。ですので、ぜひ、自分のね、プレゼンテーションやってるところを撮ってみてね、自分が伝えたい思いを世界中に届けてください。はい、ということで、このチャンネルでは、子供の教育とか人生とか仕事に役立つ、そして力になるような配信をしております。よかったら、いいねボタン押してもらったら、参考になったなと思ったら、いいねボタン押してほしい。嬉しい。そして、チャンネル登録もしていただけたら、めちゃめちゃ喜びます。はい、ということで今日はこんな感じでおしまい。はい、皆さん素敵な一日を。さよなら。ふぅ、達成感。